自分に嘘があると身が入らないんですよね、仕事に。そうなってくると、まあ、いい仕事もできないし、まあ、多分その仕事をくださった方との縁は切れるし。私の中のその座右の銘みたいなのが、自分に嘘つかない。山下ひかるのマイメソッド。仕事が今洋服を作ってるんですけど、メイドインミユーという屋号を設けてパーソナルオーダーメイドやってます。実家が佐賀県伊万里市なんですけど、母が伊万里焼の絵付け師で、でよく家の家具とかカーテンとか母がそのミシン使って作ってくれてたのもあって、でそれで身近にミシンがあったっていうのもあって、なんとなくミシンを教えてもらってよく踏んでたんですけど、小さい頃人形遊びっていうのが、大体洋服作って遊ぶっていうのがほとんどで、リカちゃん人形の洋服ってその当時めちゃめちゃ高くって、自分が着る洋服とそんなに変わらないぐらい値段してたんですよね。いつもリカちゃんが同じ洋服着てるのが嫌で、で家のソファーに座ってるのにドレス着てるしとか、なんとなくそれが嫌で、でも買ってもらえないし、で作り始めたっていう感じですね。でその小さいながらにいろいろ考えながら、その人形に着せる服をある生地を切って、その構造とか今考えればぐちゃぐちゃなんですけど、ミシン使いながらいろいろ作ってました。でその時意識はなかったけど、そんな感じでいつも物作ってたので、それもあって、まあ、高校進学した時とかに意識し始めて、で宇宙飛行士か洋服作る人になりたいと思って、その二択だったんですけど、まあ、宇宙飛行士の方は夢破れましてでお洋服を作ってるっていう経緯になります。高校卒業して一回短期大学に私入学してるんですけど、公立だったので授業自体も一通り全部やるっていう感じで、いろんなこと学べたけど、短大卒業するときに、まあ、服作れるかって言ったらちょっと難しいなって思ったので、まあ、大学に行きたい。で大学に行ったらもう本当にがっつり作りたいと思って、東京の大学に進学するんですけど、東京に来てその本当にもう服をひたすら作るっていう学科に入って、まあ、先生にしごかれて厳しい先生だったので、まあ、先生のおかげもあり、いろいろものを作れるようになって、たまたまなんか洋服作れたよねってこう聞かれたことがあって、で作れますっていう話から、じゃあちょっとぜひ作ってほしいものがあるっていう感じで、撮影のちょっと造形物っぽい感じのワンピース作ったのが最初で、まあ、ミシン使うことなら全般やりますっていう感じで仕事最初受けてて、一回すごく綺麗に縫うっていう仕事をしたことがあって、いつも自分がパターン引いてそれを縫うっていうのが多いので、誰かのパターンを自分が縫うってことがあんまりなかったんですね。その時はもうどれだけ時間を費やしても、どれだけ頑張っても、自分ってこんなに時間を使ってるのに、あ、これくらいの程度しか縫えないんだって思った時とか、もう一時そのことを考えて寝れないぐらいだったんですけど、もうずっとズドンってしてて、その時に寝れないぐらいだったんで、考える時間はたくさんあって、自分がじゃあ縫製すごく上手になるために修行するかとかいろいろ考えたんですけど、じゃあその修行をして、修行が終わった頃また違う何かを目指し始めてとかだったとしても、まあ、人が一人一人前になるのって時間がかかるし、それに、まあ、それじゃ人生足りないなって正直その時に思って、それだったら自分のできることを把握した上で、どういう風にやったら綺麗に縫えるかとか、デザイン組んだりとか、そういう風にした方が、まあ、自分の人生間に合うなと思ったので、まあ、それで、まあ、抜け出していったというか、私の中のその座右の銘みたいなのが、まあ、自分に嘘つかないっていうのが一番で、まあ、やりたくないからやりたくないとかとはまたちょっと違って、まあ、やれそうだったら自分がやれる範囲内でのことを
伝えてからやってみるとか、そういうことはできるようにはなってるんですけど、でもやっぱり自分に嘘があると身が入らないんですよね、仕事に。まあ、その嘘っておそらくいろんな人に伝染していくので、そうなってくると、まあ、いい仕事もできないし、まあ、多分その仕事をくださった方との縁は切れるし、自分に嘘ついてない時が一番自分のことを大事にできる。